ギャップに嬉しいです。ライチューカーです。マスクです。はい、今回は漆黒の外出より新カードを3枚紹介しちゃいます。イエーイ。今回ね、なんとこの3枚中心のデッキが組めちゃうぞというぐらいめちゃくちゃ強いカードなんですよ。はい、というわけでまずは1枚目を紹介していきます。こちらです。ドン、トガース。これは何の上にいるんですかね。ゴミ？ゴミですね。ゴミの上に。はい。まあ、ドガースっぽさありますよね。そうですね。まあ、ただこれはデッキの要になるカードなんですか、ドガース？実はこのカードから進化するカードを今日は2種類紹介しようと思っていて。2種類ね。はい。しかもそれが組み合わせるとめちゃくちゃ強力なコンボができるという面白いカードになってます。なるほど。じゃまず1枚目いきましょう。こちらです。ドン。マタドガス。マタドガスはアクタイプの1進化ポケモンで HP130 です、はい、1つ目の技があと1つの毒素を混ぜる。相手のバトルポケモンを混乱にします。そして自分のトラッシュから悪エネルギーを1枚選んでこのポケモンにつけることができます。はい。2つ目の技が悪無色のスモックバースト。20ダメージに加えて自分の場のポケモンについている悪エネルギーの数かける20ダメージ追加です。まあ、上の技毒素を混ぜるで相手のバトルポケモンを混乱にできるので、相手が技を使って攻めるのに今手間をかけさせながら自身に悪エネルギーをつけていくことができます。そしてエネルギーを増やすことで下の技スモックバースト、技のダメージを上げていくことができるという作りですね、うん。まあ、場に悪エネルギーをたくさん出す方法としては、この前登場したガラルファイヤー V のジャイアンの翼を毎晩使ってあげたり、ニューラをレッド&グリーンの追加効果ありで進化させることで、まあ、エネルギーと一緒にねマニューラ GX を用意できるっていう、そういうコンボで場にエネルギーがつけば強力かなと思います。はい、サソンドラの特性とかでもね悪エネルギーをつけることもできます。ただこれで終わりじゃありません。このポケモンの技を強化できるポケモンを紹介します。うん、こちらです。ドーン、ガラルマタドガス。おお、これいい景色の中で浮いてますよね、うん。いい景色か、ちょっともくもく黒い煙も出てますけどね。その後ろがね、うん、いい景色です。明るい感じですね、背景がね、うん。はい、まあ、同じくドガースから進化できるというポケモンでね、結構使い分けとかしやすそうですが、これ相性がいいんですか。はい、こちらね相性抜群の特性を持ってます。ガラルマタドガスはアクタイプの一進化ポケモンで HP130 です。特性のエナジーファクトリーが、このポケモンがいる限り自分の場の名前にマタドガスとつくポケモンについている基本アクエネルギーはなんと2個分として計算されちゃいます。この特性が相性がいいってことだったんですね。はい、その通りです、はい、めちゃくちゃ強いですよこの特性。ただし、ガラルマタドガスがね複数匹いても特性は重なりませんので、そこは気をつけてください。はい、うん。まあ、先ほどのマタドガスのスモックバーストのダメージを上げられるだけでなく、スモックバースト悪無色必要だったんですけど、基本悪エネルギー1枚でもう技が使っていけるようになるって点がね非常に相性がいいですね。うん。まあ、そのため学習装置で基本悪エネルギーをどんどん使い回していけば、気絶したとしても場のエネルギーが減らずに技を使い続けてダメージをアップできるっていう点が強力そうですね。さっき紹介したマタドガスと今紹介しているバラルマタドガスはそれぞれデッキに4枚ずつ入れることってできるんですか？名前が違いますので、マタドガスとバラルマタドガスは4枚ずつ入れることができます。おー。ただしどちらのポケモンもね進化元はドガースになりますので、まあドガースは4枚しか入れられませんので、そこだけご注意ください。既存のマタドガスの中に居残りガスという特性を持ったマタドガスがいて、そちらも結構強力なカードだったんですけど、そのカードが基本アクエネルギー1枚で技飛び散るヘドロの無色2つを満たせるようになるって点が強力で、まあ、既存の覚醒のドガースですねなども取り入れやすくなったり、闇闇 V とかガラルタチフサグマみたいな他のポケモンと組み合わせて居残りガスマタドガスのデッキを組めるようになるっていうのも面白いポイントかなと思いました。うん。ちなみにね、ガラルマタドガスの特性によってスモークバーストのダメージが上がることになるわけですけれども、結構ね手札からエネルギーつけたり学習装置だったりマニュラー GX 特性やガルファイアブ特性を使ってエネルギーをたくさんね名前にマタドガスをつくポケモンにつけていければダメージをね一気に上げていくこともできます。ととにかくねこの特性がめちゃくちゃ強くて、マタドガスの、ね、名前がつくポケモンに基本アクエネルギーが4枚合計でついてた場合はですね、エネルギーが4個分から8個分に変わりますのでプラス160ダメージになって、うん、超火力アップしますので、はい、非常におすすめです。うん。そこからまた毎晩ガラルファイヤー V とか学習装置で増えていくと、うん、最終的にはポケモン V とかも倒してくれる、はい、ダメージになりそうですね。その通りです。というわけでね、今回は、ドガース、マタドガース、ガラルマタドガースのね、3枚を紹介していきました。今後もポッカチャンネルでは、新カードを紹介していきますので、ぜひご視聴の方よろしくお願いいたします。今日の動画が参考になった方はチャンネル登録お願いします。はい、それでは皆さん、また次回。また
バイバイ。また次回。